ベンジャミン・アンブロシオ・オグリビー・パルマーは、パナマのコロン県コロン出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。1968年の MLB ドラフト11巡目で、ボストン・レッドソックスに入団。1971年、メジャー初昇格。1974年にデトロイト・タイガース。1978年、ミルウォーキー・ブルワーズに移籍。 1980年41本塁打で本塁打王のタイトルを獲得。アメリカンリーグでは初となるアメリカ国籍でない本塁打王となる。メジャーリーグの本塁打王という肩書きを引っ下げ、1987年に近鉄バファローズになり物入りで入団。なお近鉄入団の数年前、西武ライオンズが獲得に乗り出した時期があった。来日当初、直後に、 無断帰国し、この数年ほど近鉄は外国人の不祥事が続いていたことから、またかと思わせたが、結果的に大きなトラブルはこれだけであった。来日38歳と選手としては高齢なことから、衰えを心配されたが、2年連続3割、本類ら20本と安定した成績を残し、一定の存在感を示した。1988年5月12日の、 ロッテオリオンズ戦では、牛島和彦から、サヨナラ本塁打を放っている。守備位置であるレフトは、ラルフ・ブライアントや淡口健治などが守っていたため、主に指名打者での出場だった。1988年シーズン限りで対談、最終対ロッテ戦、ダブルヘッダーが、最後の公式戦となった。10.19で優勝を逃した後、縮小会になるはずだった。 残念会の会場に姿が見えないためスタッフが探したところホテルのトイレに身を隠して涙をこぼしていたという。対談後はメジャー復帰を目指すものの昇格することなく現役を引退。1998年から2006年までサンディエゴパドレスのコーチを9年間歴任。2007年はタンパベイデビルレイズ参加の A 級ベロビーチデビルレイズの打撃コーチ。 2008年からは、レーズ参加の AA 級、モンゴメリー・ビスケッツの打撃コーチに就任。15年以上にわたって、メジャーリーグの第一戦で活躍、本塁打を獲得し、オールスターゲームにも3回出場した名選手である。しかし、オグリビーはその輝かしい実績を全く、ひけらかさず、野球に対しての真摯な姿勢と、全力プレイで、ファンやチームメイトに愛された。 また、上記1988年5月12日の対、ロッテ戦で、牛島から、サヨナラ本塁打を打った際にはしゃぎながら、塁を回ったが、インタビューで、つい興奮して、ガッツポーズを取ったが当主に失礼なことをした。謝りたいとコメントするなど、非常に真面目で、紳士的な人柄でも知られた。野球に対しても紳士な姿勢で取り組み、同時期に来日していた。 外国人選手たちからも敬意を集める存在であった。同僚のブライアントは年齢も上でメジャーで本塁打を獲得するなど実績的に明らかに格上であったため直立不動でオグリビーを尊敬の念を込めてサーと呼んでいた。他チームの外国人選手もオグリビーの前ではイエス、サーと返事をしている。また、 ビザの手続きを行う際は、パナマ大使館の職員が、球場まで直接で向いて、手続きを行っていた。当時を知る側の秀行は、イエス。さあなんて言葉は、映画の中でしか聞いたことがなかった。彼は、パナマの英雄なんですね、と証言している。この誠実な性格で、日本人の同僚たちからの信頼も厚かった。オグリビーが、自分のミスで試合に負けて落ち込んでいたところ、 金村義明や村上高行などといったチームメイトに風呂に投げ込まれお湯をかけ合うなどしてはしゃぎ励まされた。メジャー時代でも白人と黒人が一緒にお風呂に入ることなどなかったのにといい感激していた。またその際あまりの嬉しさに浴槽の中で泳いでいたという上記の通り温厚な性格だが1987年には阪急戦では 古水勝之から頭部に支給を受け結行し、古水を追いかけた。ベンチから両軍が飛び出した者の,の周囲の静止により、乱闘寸前で済んだ。また余談だが、この際近鉄コーチの池部岩尾が、オグリビーを静止した際に、転んだシーンは、同年のプロ野球陳プレコープレー大賞でも取り上げられていた。朝日放送のアナウンサー安部則りがある日の実況で、ぐり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 オグリビー。 とダジャレを言っていた。選手演歌は後に、フレッティ、ガルシア、ギルバートなどに流用され、球団がオリックスと合併してからもカリーム、ガルシア、カラバンイオなどに流用された。グリップを極端に後方に構えた、独特のバッティングフォームや、打席内での特徴的な仕草は、当時の野球少年がこぞって真似するほど、有名だった。特に構える直前にバットを何度も回す動作は、 現在でもモノマネをするタレントがいるほど強烈なインパクトを残している。同僚だった阿波野秀幸もプロ野球ニュースに出演した際にモノマネをしたことがある。決して足が速いとは言い難く失敗も多かったが、積極果敢な走塁を行うことで知られた。特に内野ゴロでも全力疾走を欠かさない姿勢はファンから愛される要因の一つであった。打席でも、守備でも、 帽子の上にヘルメットをかぶってプレーしていた。ありがとうございます。